吉岡です。今回はですね、合わせですね、皆さんどういうふうにして合わせしてるかちょっと私には分かりませんけどもね、吉岡の合わせをちょっと説明したいと思います。3種類あるっていうことでね、最初に流してみました。ちょっと分かりますでしょうかね。何回も見ていただいて、竿先の、どうなるのか、こうね、どんくらいの角度でいくのか、2段階にわたっているのか3段階にわたっているのかってね。で、合わせより当たりはどうだっていう、当たりの説明もしてくださいよっていう視聴者の方もいるかもしれませんけどね、当たりはね、映像を撮るには非常に難しいんですね。で、一つちょっと簡単に言っておけば、両型以上はですね、グググググってきます。で、ガーンといっちゃった時はもうこれ飲み込まれない限りバラシですね。で、21センチから前後のだと止まったようなあたりになるんですね。で、小さいのはシュッていったりする、それを18センチからね、グーグーってきたりね。で、そういうところなんですけど、私は目印をね、振り込んだ後にはすぐ水面に落として、それから水中に目印を縮ましていきますからね、皆さんとはちょっと違うあたりの取り方になるかもしれないですね。ということで、合わせですね。一つは明確なあたりの時どういうふうにするかっていうことですね。これをね、皆さんね、パーンってやっちゃったじゃんね、パーンって大きくやっちゃったんでは、ダメだと思うんですよ。糸切れが起こるっていうことですよね。で、特にね、私の場合は尺抜き650原画2ね、あとこれ動画の中で使ってる瞬景抜き校長 61M 長点 V なんですけどね、とりあえず1シーンと2シーンは明確な値のとこなんですけどもね、これは原画2尺抜き650やって、合わせてるんですけど、皆さんね、こんなことやらないでね、ちょっとやるだけで竿先はバーンっていくわけですね。だからこの程度でいいんです。この程度で、場合によってはスッてこう上げるだけでもいいと思うんですよね。なぜそんなことを言うかというと、合わせが強いとね、私電撃山目釣りやってるわけですけども、やや竿が好調な調子になるわけですね。これ尺抜き650は好調っては書いてないですけどね、固めの方の竿になるわけですね。グッと曲がりますけど、合わせ切れが出てくるわけですね。特にこちらは好調ですから、こんなあってね、パーンってやれば切れます。ちょっと水があって、水深があって、型のいいに24センチから25センチ以上の電撃ヤマメがかかったら、ヤマメの重さとグラッてきて、この暴れ抵抗とこの水圧でダッてあったらね、切れる場合が多いわけですね。私の会の人も結構切ってるわけですけど、ね、それで合わせとしてはですね、こんくらいです。
竿がシューッとしなる程度でいいですよ。そして合わさったらパンと竿を立てると、だからシュッとこうですね、こうですね、まあ、シャンシャンって、パンパンって言ってパンってやらないってことで、シュッって言ってシュッとね、この程度です。で今それちょっと見ていただけますでしょうかね、どのくらいの強さでやって竿先を注目してみてください、ワンシンとニシン目今から流します。はい、どうですか、そんなに強くやる必要ないわけですよ、ということでこの程度、ね、でグッとやると合わせて立てると、まあこれになりますね。でこれね、なかなかもう強く大きくやってる人はですね、なかなかこれ癖が治りません。でこれを直そうとするとですね、やっぱりバラシが多くなるわけですけども、そこをこらえていただいて意識して小さくね、小さくこれでもいいんですよ、こんくらいね。まあここでね、手元ではこんくらいですけど、竿先はこんなになるわけですよ。でぐわっと曲がりますね、かかった時はね。まあこういうことで、まあ、2つ目ですね、これ皆さんね、目印が止まったような、動いてるようなこう怪しいあたりがありますよね、まあ、こういう時にですね、どうするかっていうことですよ。それをこうやってやられるとね、合わさらなかった、かからなかった時ピャーンって餌が跳ねて、ヤマメがびっくりしちゃうと思うんですね。それ近づいてこう見てたらね、そこで竿先に聞いてみるっていう私は言ってるわけですよね。要するに小さくこういうふうに優しくスーッとこんくらいこういうふうにこうやって、でかかったと思ったらグーッと立てればいいわけです。だから2段階になりますね。スーッと行って持ってきてかかったなと思ったらこういくわけです。3進目はですね、明確に2段階になってます。こういうね、4進目はですね、スーッと持ってかかったものですが、ゆっくりこう上げてます。でこれ竿先とこう見ていってください。3進目はここに持ちてこういってますね。4進目はこう持ってて、ここでかかったものですからぐーっといってますね。だからなぜそういうことを言うかというと、まあ小さく竿先で聞いてみると、これこんくらいですね、優しく。そしたら竿がこんくらいまあ動くと思うんですけども、餌はグーッと上がってストン、合わさらあのかからなければパッて止めるわけですから、そうするとストーンと、そんなにひどい動きはしないと、こう吉岡は思ってるんですね。そういうことで、怪しい時の当たりかどうかなって確信が持てないような時は少し聞いてみて、かかったら立てると、かからなければそのまま流れていくと。なぜこういうことをするかというと、ガーッてやると餌がピャーンって跳ねてね、ヤマメが踊れて次から来なくなるんじゃないかと、電撃ヤマメですからね、こう思ってるわけです。それでね、まあ5番目のシーンですね、これね、これは誘ってるわけですよ。それは流し終える時にですね、ゆっくり上げます。それも1回ゆっくり1回、それでもこなければゆっくり2回目でずっと上げてくると、向こう合わせでガンときます。そしたら竿を立てて抜きますね。その時はガンときますからね、向こう合わせです。
誘ってるんですね。でその流しを得るときどこでもいいかっていうとね、それは来ません。まあ、いそうなところで、流しを得るところを、ね、仕掛けを流しを得るところから自分の立ち位置を決めてこうやっていって最後のところにゆっくり上げてゆっくり上げてね、そしたら爆発ってくるかもしれない。それがね、あの流しを得るときこういうふうにゆっくり上げてるときが駆け上がりだったらもう来る可能性あるわけですね。まあそういうことでゆっくり上げてゆっくり上げてパッと差を立てるとかかったら、これがまあ5番目の心理。で、まあ、3種類の合わせとこういうことです。皆さんね、自覚してそういうふうにやってみてください。最初からうまくいきませんね。何回かやってそれであのもう釣りに夢中になっちゃって、もう今目の合わせなことなんか忘れちゃってると思いますけど、吉岡があんなことも言ってたな、じゃあ今日はずっとそんなことやってると大変だから、それじゃあ楽しんで、じゃあ一匹か二匹釣ったから今度は吉岡の言うことを聞いてやってみようかなっていうことでやっていけばレベルアップできると思うんですよね。それが染みついた合わせがね、小さくパンパンっていくと思うんですよ。そうすれば合わせ切れも抜いた時の糸切れもなくなると、それと大きいのかかった時も余裕で対応して糸切れが少なくなると、こういうことですね。だから0.4号の投資で40センチクラスのイワナだって取れると、ヤマメも取れると思います。これね、こうやればね、これ強くやっちゃったらね、もうそこであの合わせ切れしなくてもその後に、まあ、あの糸が伸びてね弱ってる可能性ありますからね。そういうことで、皆さんね、自覚して自分の合わせはどんなんかなと頭に思いながら、それで吉岡の合わせを参考にしていただけませんか。できればね、一回自分の釣り姿をね撮影するといいんですよね。はい、で再度ですね、その合わせの最終の誤信を流しますので、じっくり見ていただいてね、竿先がどんくらいなのかっていうことね。はい、じゃあ流しますんで見て、でこの動画はね何回も見ていただいてね、それで、自分の合わせなんかもちゃんと決めてね、レベルアップしていただきたいと思います。ではご審議をどうぞ。